それ大福？たまたま購買で見つけたの。いいわよ、和菓子。季節ごとに目でも楽しめるのよ。特に練り切り。練り切り？そういう和菓子があるの？ああ、名前だけだとピンとこないかもね。説明し…本当？やったー！じゃあ、その時は雫も誘って、4人で行きましょう。まだ少し寒い日もあるから…最近はミクが歌ってる曲もよく聞くよ。いろんな人が作ってるから今まで聞かなかったジャンルも聞けて。へー。それってい…うん、いちかに聞けば外れはなさそうだし。だよねだよね。私もそれ聞きたいな。それならスマホに入れて…で、ちょっと…お目当ての CD は買えた？うん、予約しておいたから。特典の特大ポスター。
にも貼られてるポスターね。アイドルデビューしたらいつかみのりちゃんのも貼り出されるかもしれないわね。まだ想像つかないけど、でもなんかちょっと、I'm on top of the world because of you. Oh, I want it to do.
楽器のこと知りたいねって話をしていて、さっきまでは私がホナミにドラムを教えてもらってたんです。はい、ルカさん、後でベースにも触らせても。あ、私も触ってみたいです。だから答えを握ってね。
私が見